ラコです。トラコチャンネルご覧くださりありがとうございます。チャンネル登録をしてくださったあなた様ありがとうございます。いいねボタンを押してくださったあなた様ありがとうございます。今回は第26回春のドレスアップミーティング春ドレ2023車のイベントがですね、2023年4月9日に富士山パーキングで開催されました。トラコ参加させてもらってきました。入場の時にだいたいこう紙の、このパスを渡されるんですけども、今回トラコもすごい嬉しかったんですけど、このラバーのこちら、すごいおしゃれなんですけども、LTドさん、すごいおしゃれです。ありがとうございます。一生の宝物になりました。ありがとうございます。それでですね、車のイベントいっぱいね、もう催し物たくさんだったんですけど、トラコがまずすごいと思ったのがこちら、ブラングさんね、ブラングさんアンケートに答えてくださいっていうことで、アンケートに答えるとこうくじを引いて、1等2等3等とかあるんですけども、こちら好きなフレグランスをもらえるということで、いろいろとこうアンケートをいろいろ答えて、それでなんとトラコは1等当てましてですね、芳香剤を2つということでいただいたんですけども、こちら2つトラコでこういうベリーの香りが好きなので同じのを2個いただいたんですけども、めっちゃ嬉しかったです。はい、こちら本当にブラングさんありがとうございます。インスタもフォローしました。交流をしてくださったあなた様、本当にありがとうございました。私、交流をすると、こう、無名人が嬉しくて、もう、いつも宝物になっているんですけれども、今回もですね、ありがとうございます。いただきました。いただきました。すごいです。皆さんの凝ってます。凝ってらっしゃいます。凝ってらっしゃいます。素晴らしいです。で、楽しい交流もしてくださって、本当に本当にありがとうございました。ステッカーもね、いただいたんですけど、主催のエルティードさんのステッカー、めっちゃいつも可愛い。ありがとうございます。エルティードのまゆみさん、本当にいつもありがとうございます。はい、そしてですね、こちら、このまゆみさん、こちらのステッカーも厚くましくいただきました。ご自由にお取りくださいということで、いただきました。ありがとうございます。はい、そして交流してくださった、お友達さん、私にお土産をくださった方がいます。本当に本当にありがとうございます。もう本当に感謝感謝です。いただきます。そのお土産も紹介させてください。はい、紹介させていただきます。こちら厚木名産13位って書いてあるんですけれども、厚木名産、はい、もうねこの場で開けさせていただきます。ちょっと開け方がおかしかったらすみません、ごめんなさい。こちらいただいたんですけれども、こちらね、あの鮎、私浜崎あゆみさんが大好きだということで、鮎のお菓子と鮎ちゃん大好きというのをかけてって言ってくださったんですね。もう本当にすっごく嬉しくて、その顔を考えていただいて、こうやってどうぞって言っていただく、なんかどうせちょっとうるっとくるんですけど、こういうねことがすごく嬉しくて、本当にあの嬉しいです。あの嬉しい、いただきます。遠慮なくいただきます。ありがとうございます。はい、では次こちらなんですけれども、湘南ゴールドタルトケーキ、もうめっちゃくちゃ美味しそうです。本当にありがとうございます。こちらも早速開封させていただきます。はい、こちらですね、なんかすごい豪華。はい、ありがとうございます。こちらのタルトのゲーム、トラコタルト大好き、ありがとうございます。いただきます。本当に、ああすごいですね、湘南ゴールド、ありがとうございます。いつも仲良くしていただきありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。はい、こちらですね、サンポーロコの小針
いただきました。こちらですね、北海道の商品、もう本当にありがとうございます。まあ、なんかまた感動でちょっとうるっとくるんですけれども、ありがとうございます。本当にいつも気軽に声をかけてくださって、私のことを覚えてくださってて本当にありがとうございます。ではちょっと開けさせていただきます。なんかすごい、めっちゃ美味しそうです。もうトラコね、食べるの大好きなので、あ、やばいですこれ。ちょっとめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、なんかテンション上がる。あ、めっちゃ美味しそうです。あの、もう一気にいただいちゃいそうっていう感じなんですけれども、はい、なんかすごいですね、バームクーヘンですね。あ、もう喜んでいただきます。あ、もうなんか開けちゃう、ごめんなさい。もうめっちゃ美味しそうなんで、これ見てください、めっちゃ美味しそうちゃいますか。ごめんなさい、また感動してうるっときちゃった。ありがとうございます。本当にいつもこうやってトラコのことを覚えていてくださりありがとうございます。また車のイベントで、お会いしましたら、よかったら仲良くしてください。本当にありがとうございます。春どれですけれども、モノマネシンガーのしょうこさんのショーがあったんですけれども、しょうこさんちょうどテレビで見たところだったので、うわー、すっごい嬉しくて、なんかわーとか思ってたんですけども、そのしょうこさんの、動画はちょっと NG だったんですけども、写真は OK ということだったので、あ、よかったら写真こちらご覧ください。でですね、しょうこさんのもうお歌、すごくしょうこさん上手くて、モノマネももちろん上手いんですけども、歌ももう本当にもうそっくりだし上手くて、やっぱりこうモノマネをされる方って絶対にその歌を歌う場合はもう絶対歌が上手いっていうのも絶対にそうでなきゃいけないっていうのもよく分かりました。あとそれからステージが降りてきてこう歌ってもくださったんですけれども、もう握手していただいてめっちゃくちゃ嬉しかったです。もうしょうこさん推しです。もうめっちゃくちゃ嬉しかったです。しょうこさんこれからも頑張ってください、応援してます。今回車のね、このイベント春トレでビンゴゲームがあったんですけども、ちょっとトラコあんまりビンゴゲームはね金欠なんで買わないんですけど、今回思い切って買いました。でですね、もうすっごく感動したんですけど、ミッキーのお昼寝ケット、お昼寝ケットこうやって当たったんです。もうめっちゃくちゃ嬉しくて、しかもですね、こちらものすごくね、しっかりした生地で、いやーすごいわって思いました。本当にこのビンゴの商品がすごく魅力的なのばかりだったので、なんかすごく楽しまさせていただきましたね。いろんなビンゴ当てられた方、参加者さんいらっしゃると思います。おめでとうございます。大事にします。